皆様こんにちは。今回は久しぶりにマイスキンケアルーティーンをご紹介します。3回目のスキンケアルーティーンになるんですけども、2014年2015年と更新して2016年は初めてのスキンケアルーティーンになります。変わった部分とそうでない部分とあると思うんですけども、ぜひ変化も見ながらはい、見てみてください。まず化粧水なんですけども、最近はまたエルクシールシュペリエルのリフトモイストローション2を使っています。いろいろ化粧水使ったんですけども、エルクシールはずっと長く使っていて、まだストックがあったので使っているっていうのと、最近その前回紹介したこの美顔器が結構とろみ系の化粧水が合うので、このエルクシールはすごくとろみがあるので、なんか相性も良くて、また最近こちらを使っています。今エルクシールホワイトが新しくなって発売してますよね。あれを使ってみたいんですけども、今化粧水がこれぐらい残っているので、これが終わったらそのエレクシールホワイトの方を使ってみようかなと思っています。はい、なんで相変わらずこの化粧水を使ってますかね。これで拭き取り化粧水をするときは資生堂のコットンを使うんですけども、資生堂コットン今切らしてしまっていて、はい、もう今日にでもすぐ買いに行かなきゃって感じなんですけど、コットンは相変わらず資生堂のビューティーコットンを使ってます。で、美顔器を使わないときは資生堂のコットンなんですけども、この美顔器を使うときは実際前回も紹介しましたが、ここに磁石で挟んで使うので、薄いコットンの方が使用しやすいのでシルコットを使用しています。で、今化粧水の次にゲルを使っています。いつもオイルを使ってたんですけども、このトリロジーのローズヒップオイルも3本目になるんですけども、ちょっとこの冬から春にかけて大人ニキビができていたので、オイルはニキビの餌になるということで、今もねまだ顎ラインとかに残ってたりとかするので、オイルは今お休みしています。で、その代わりにゲルを使ってるんですけども、調子が良ければオイル使うこともあります。今はオイルじゃなくてこっちのゲルを使ってるんですけども、これがコラレッジスーパーオールインワン美容ジェルクリームエクストラレッジ EX。 これは、はい、見たことある方もいらっしゃいますかね。通販で購入しましたはい、普通にテレビ見てて通販でいいなと思ってそのまま電話しました。もうこれも中身結構少なくなってるんですけども、実はリピート3個目です。もう使い切りコスメでも紹介しようと思っていて、使い切りコスメとこっちと前後するかもしれないんですけども、ほんとジェルの使用感ってすごい気持ちいいじゃないですか。で、マッサージもしやすいのですごいジェルにハマっていて、このジェルがなんか主にコラーゲンが入ってるらしいんですけど、すごい弾力があるジェルなんですよ。なんで普段手でこうリフトアップしながらマッサージするだけでも気持ちいいし、この美顔器の EMS を使う時にもすごくマッサージしやすくて気持ちいいです。他のジェルも使ってたんですけども、こう朝使うとちょっとモロモロしちゃったりとか、なんかって思うジェルとかもあったんですけど、これは朝使用してもモロモロも出てこないし、全然メイクの邪魔をしないので、5000円ぐらいですかね。そして次に美容液なんですけども、まずこの相変わらずハク、このハクは相変わらず朝晩毎日使ってます。結構コメントでハク使ってると色白くなりますかとか聞かれるんですけど、正直こう色が白くなるかどうかはちょっとわからないです。だけど私は以前から動画でも言ってるんですけども、こう色を主翼するためじゃなくって、シミそばかすを防ぎたい、メラニンの生成を抑えたいという意味で使っています。若い頃に浴びた紫外線がそろそろこうシミそばかすになって出てくる年齢にもなってきたので、常にメラニンの生成を抑えるために朝晩常に塗っています。まあ体質もあるかと思うんですけども、同世代の友達がこうそろそろシミが出てきてたりとかしている中、私はそんな大きいシミとかは今のところ出てきてないので、これのおかげかなと思っています。本当にこれは長く根気よく使わないとわからないと思うので、1本使ったからってすぐに白くなりますかとかよく聞かれるんですけど、その答えはノーって感じです。なんて言ったらいいのかな。そしてこれは毎日と、あとさらに美容液をつける時とつけない時があるんですけども、つける時はこの美容液2つ使っています。今までは美容液としてこのハクしか使ってなかったんですけども、こう資生堂の方にハクは本当にシミそばかす、メラニンの生成を防ぐという意味合いでの美容液になるので、こうハリとか栄養とかそういう部分ではないので
もう一個美容液使ってもいいと思うよっていう感じで紹介してもらって、このエリクシールシュペリエルエンリッチセラムを使っています。これはまだ1本目なんですけど、これも結構お値段は高かったと思います。8000円とかしたかな。でも本当にこうハリに特化したような美容液なので、私に必要な美容液なのかなと思って、はい、買いました。で、一応いつも担当してもらってる資生堂の方に言われたのは、まあ、朝晩つけたらすぐなくなっちゃうから、なんか朝つけてこうピッと5秒ぐらい肌を持ち上げると肌がピッとするよっていう感じで教えていただきました。これは吐くだけで終わる時もあるし、気分で使ったり使ってなかったりっていう感じです。で、同じく美容液なんですけども、これはエクスボーテの VC100 フューチャーインセラム。これはビタミン系の美容液になるので、今日一日中外にいたなとか、こう日差しをすごいいっぱい浴びたなっていう時に塗ることが多いですかね。そして乳液なんですけども、乳液は相変わらずハクのメラノディフェンスパワーライザーを使っています。この缶は2本目でもうほとんど入ってないんですけども、前のスキンケアルーティーンか使い切りコスメかでも紹介してると思うんですけど、1本使い切って、でその後まだ残っていたエリクシールの乳液を使ってたんですけども、なんか私エリクシールの乳液がなんか時期的なものもあったのか、ちょっと合わなくなっていて、ちょっと油分が多い感じがして、なんか塗り心地使用感があんまり、ずっと昔はエリクシールの乳液使ってたのに、なんかあんまりだなって感じてしまって、これを使い出すようになってからで、また戻ってこれを購入しました。で、これはあの振って泡に出てくるタイプなんですけども、炭酸泡状乳液ですので、肌にのせてちょっとだけ置いといて、こう押し当てながら肌に浸透させていきます。こう炭酸でピリピリっとちょっとするんですけども、それが気持ちよくて快感で、すごい乳液とは思えないぐらいに馴染みがいいんですよ。で、もちもちします。で、結構この使用感が癖になってしまって、まだエリクシールの乳液半分ぐらい残ってるんですけど、多分これがなくなったらまたこれをリピートして買いに行くと思います。本当に使用感が気持ちいいです。そして仕上げのナイトクリームなんですけども、塗ってる時と塗ってない時があります。なんかここまでいっぱい塗ってきているので、なんか塗らないことも多いんですけど、まあでもできれば毎日塗った方がいいですよね。こちらのエリクシールシュペリエルエンリッチクリームを使っています。これも一つ目になります。割とサラッとしたテクスチャーで、前はニベア使ってたんですけども、ニベアほどベタベタ感もなく、本当にサラッとした仕上げクリームです。最近ニベア塗ってないんですけど、ニベアやめた理由っていうのはなくて、これを買ってみたかったのでこれに切り替えたって感じなんですけども、これさえも塗ってる時と塗ってない時がある感じ。ただ寝やすいのはニベアよりこっちかなって感じはします。で、なんか雑誌で読んだんですけど、年齢肌にはこう化粧水にこだわるよりかも、美容液やこういう最後のクリームにこだわった方が年齢肌にはいいみたいなことを書いている美容家の方がいらっしゃって、まあもちろん化粧水もこだわりたいんですけど、ちゃんと美容液とナイトクリームはした方がいいのかなと思って、ちゃんと揃えては見ているんですけども、使用してる時と使用してない時がある感じですね。私お風呂が早いんですよ。夕方ヨガに行ってすぐお風呂に入るので、なんでこうお風呂上がって乳液まで終わらせておいて、で寝る時にもう一度このクリームを塗る時と塗らない時があるっていう感じです。この動画編集しながら自分の過去のスキンケア見直してみると、ニベア塗ってから肌荒れ知らずだから欠かせないって言ってて、確かにそうだったよなと思って、最後のクリームに最近またニベアを塗っています。そしてアイクリームなんですけども、今使っているのはこのボディショップのエルダーフラワーのアイゲルと、クリニークのオールアバウトアイズリッチを今は使っています。いろいろアイクリーム購入して徐々に試していっていて、使い切って紹介してないのもまだあるので、使い切りコスメとかでも紹介していきたいんですけども、今ちょうど使ってるのはこの2つになります。で、こっちのクリニークの方は結構固めのテクスチャーで保湿力が高いです。なんで夜塗って眠ると朝までこっくりしている感じが続きます。なんで夜寝るときはこれを使用しています。で、こっちのアイゲルなんですけども、これは気に入って今リピート2個目を使ってるんですけども、ほんとこっちはスッと伸びる感じで、ゲルでちょっとこうピッとなるような感覚があるんですよね。で、すごい気持ちいい使い心地なんですよ。
なんでこれも夜塗る時もあるんですけど、結構朝に使ったりもします。ほんとスッと気持ちいい使い心地で、はい、ピッとします。今はこれらを使ってるんですけども、アイクリームってこう使ってすぐ効果が出るものではないと思うので、いいアイクリームずっと探し続けてるんですけども、本当に難しいなとは思うんですけども、前クリニックでこれ買う時に言われたんですけど、すぐに変わらなくてもずっと使い続けてる目元と使い続けてない目元だったら将来絶対違うっていう風に教えていただいたので、はい、アイクリームは欠かさず塗るようにしています。そんな感じが私の最新のスキンケアルーティンになります。はい、初めてスキンケアルーティン作った2014年の時から変わらないもの、変わったものあったと思うんですけども、はい、私も自分でちょっと見返さないとわかんないですけども、皆さんのスキンケアルーティーンもコメントで教えてください。これだけは欠かせないっていうアイテムとかもあったらぜひぜひ教えてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。